三重県立津西高等学校は三重県の公立高等学校。通称は西高、津西。中部学区中税地域の県立新学校。学校群制度の廃止以後は地元国公立大学への進学志向が強くなり、合格者数は地元の国立大学である三重大学が最多自由な校風で開校以来一度も制服が制定されていない。 個性豊かな人格の形成性と個々の能力の身長健全な心身の育成郊外部の丘の上に立地しているので、三重交通による通学バスの運行がある。運動部は男子ソフトボール部が多くの実績を残し、インターハイや全国大会にもほぼ毎年出場している。H15 長崎総体ではベスト16、千葉総体ではベスト8の成績を残した。 野球部も甲子園目指し活動をしている。最高位は夏県準優勝、春季大会準優勝、秋季大会3位等ナイター設備付きの野球部専用グラウンドがある。最近では、剣道部も実績を伸ばし、女子が2年連続全国大会出場を果たしている。県下で、珍しい女子サッカー部もあり、2008年度新人大会において、 三重高校との合同チームで参加し優勝している。ダンス部の活動用にダンス場がある。男子サッカー日も2017年度2部リーグの結果、2018年度は総武史上初の県一部リーグの参加が決定した。吹奏楽部朝日コンクールアンサンブルコンテスト、ソロコンテストで金賞を受賞している、長強豪校である。ありがとうございます。